震災後すぐにうちの会社ではパンを販売させてもらって、13日にはパンを製造し始めました。多分この、付近では唯一のパン屋さんだったと思います。たくさんの人が感謝してくださって、私はスタッフに深く感謝しております。